坂本瑠佳選手、お疲れ様でした。はい、どうですか、試合をやってみた感想は。めっちゃ悔しいです。悔しいんですか。なんか向こう相手の気持ちが強すぎて、はい、私も感情的になってめっちゃ喧嘩スタイル、練習めっちゃしてたんですけど、はい、上達スピードがやばくて喧嘩になっちゃって、それがめっちゃ悔しいです。普段してたこう練習とはちょっとこう喧嘩チックになってしまって悔しいってこと。いや、もう丸々喧嘩になっちゃって。ここで勝者の方に喧嘩堂様から金一封が差し上げられます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。最後に皆様に一言お願いします。次回ブレイキング軍団、女子枠のミスブレイキング軍団になります。